ね、ジュゴン、なんかこうね、やっぱ、なんだっけ、NPC から交換してもらったパワーウソあってね、まあ、その時の名前はパタローだったんだけどね、ファイアレットリーフグリーンだけど、で、その時の、なんだろう、めちゃくちゃレベル上がるじゃんか、人からもらったポケモンって。で、めちゃくちゃメキメキ進んでいって、それで、なんかエースみたいな感じでさ、なんかこう、無双していってるね、ジュゴンがすごい好きでね。まあ、だから、ジュゴン一匹でね、クリアしていって、ジュゴンの人って呼ばれるように頑張ろうかなって思ってんだけど、今こんな状態です。ついでにポケセンと吹雪と霊敏を縛ります。縛りすぎ。吹雪はともかく、ポケセンと霊敏は許して。これでもかなり余裕持ってクリアできるようになってない？ちょっと待ってよ。これいけるか？いけるか？これもしかして。悪あきになったらもうダメじゃって、きついかもしんないね。悪あきかなりきついね。OK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 。死んだら終了で初日に夢をつつのが人生縛りです。人生縛りきついな。人生縛りきついな。リゼロから始まるジュゴン生活か。きついな。ドレディアだったら新開始だがレベル1から縛れるね。やるとは言っていない。やってもいいんだよ。やってもいいんだよ。これ、我慢か。いや、でもこれ、あと2回続きできる。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あー、オッケー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 。え、ちょっと待って、これ、いける？もしかして。いける？もしかして。ちょっと待って。あー、やめろ。嫌なことやめろ。グレイシア、ふざけるな。同じ EV 系となるブースターだろ。AP 推しですって。あれ、グレイシア頭突き9も残してるし、いけそう。いや、いけそうなんだけど、これ結構キワい。結構キワい。ちょっと待って、リセット禁止だから、ここで傷薬使うかすげえ悩むんだけど。ちょっと待って。いや、こういったものは希少。親分さん、200人記念で何か予定してます？あ、予定してます。前夜祭的な感じで、遊戯王のモンスターの召喚工場コンテストみたいなのやりたいなって思ってるのと、あと、あれかな？ガーティックフォンっていうね、お絵描きをみんなでやるみたいなアプリがあって、アプリっていうかブラウザゲームがあって、ちょっと待ってね。ちょっと悩まして。ちょっと悩まして。ちょっと悩まして、これ。ちょっと悩まして、これ。で、そのガーティックフォンを、配信で、まあ、あれだったらディスコード開放してみんなと喋りながらやりたいなって思ってるのと、あとその遊戯王召喚工場コンテストでしょ？で、あとあれかな？何しよっかな？200人いったら封印されし記憶、遊戯王のね、封印されし記憶を、収録でやります。で、今どうしよう、これ。ちょっと待って、これで悪あきして、相手が、我慢か、いけるかもしれん、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、これ、いける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 。ちょっと待って。ちょっと待って、いける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 。ここで傷薬一旦飲まして、これ、いけるよ。いける、いける、いける、いける。これ、絶対いける。いける？いけ。オッケー、我慢解かれた、我慢解かれた。いける、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 いける。いける！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 これ絶対勝てる！絶対勝てる！よ、絶対勝てる！やったー！マジ一緒に挑んでくれてありがとう、みんな。勝てた、勝てた、勝てた、やった。 やった、めちゃくちゃ嬉しい。君を見くびっていたよ。だちょっと俺もパワーを見くびってたわ。やった、みんな、やった。え、ちょっと待って、俺できれば収録で倒したかったんだけど。 ちょっと待って、どうしようこれ。 ごめんなさい、今見てくださってる皆さんね、なんだろう、俺、ここ、収録で使えますんで、あ、収録ってか、投稿動画で使えますんで、もしかしたらコメント読み上げてるかもしんないです。今、コメントくださってる皆さんね。告知よりも悩む場面、そう、めちゃくちゃ悩んだわ。やったー！もうこのまま配信でやろうかな、これ。縛りプレイ。はい。
はい。才能があるってよ。はい、どうも皆さんお疲れ様です。私タロスと申します。というわけで、あれですね、作業配信でたけしをねなんとか倒したところまで行きました。いやー苦労したね、たけしめちゃくちゃ強かったわ。うん、プレイ時間もう2時間半だよやばいってやばいって、なんだろう、いろんな縛りプレイやってる人いると思うけど、なんつうんかな、相性有利でさ相性有利のポケモン使ってさ、こんなに苦戦する人多分俺ぐらいだと思うわ。ちょっと待って、多分今アイテムなんもないよね。あ、我慢があるわ我慢があったわ。我慢なんかで使うかな、一応取っとく。とりあえずあれがね全部はたいて傷薬買って次行こっか。あざっすー。さあ行きましょう。ててててんててててててん。さあさあさあ、こういうトレーナーたちと戦っていきましょう。ちょっと君今私の方見たでしょ。まあ空見るわな、まっすぐ歩いてたからな、目の前にいたら空見るわな。わお、ミニスカート、ポッポレベルたっけえな、おいたっけえなパタロナ、やーべ、これでワンパンできない。うわっ、そう、砂かけやめて、砂かけやめて、ほら早速外すじゃんかよ。 PP ないのよこっち、勘弁してくれ。レベル上がったしレベル19になっちゃったよもう。次のジムリーダーはかすみですね。なんか序盤にはねあるまじき高所属地で叩いてくるんでね、まあ、気をつけていきましょう。まあ、その前にね、お月見山でね、どうにか水鉄砲の技マシンを拾ってね、水タイプの技をね、覚えていきたいと思います。まあ、とりあえずこのトレーナーたちを倒すところかな。お、お前は時計の森でもあったなって。マジあったっけ？え、っていうかこっち来てるってことはたけしを倒してきたの？虫ポケモンで？マジか。やるじゃん。絶対無理だろ。絶対無理だよな。一匹目しか見てねえけど、絶対無理だろ。なぜ進化はさせない？あー、糸を吐く、糸を吐き吐き、糸を吐き吐き続きます。さあさあさあ、経験値うめえな。こいつら倒してからたけしに行きたかったわ。あ、これ多分ビードルの毒でなんとかやった感じかな、もしかして。あんまり攻撃力高くないもんね、いわく。ビードルの毒でなんとか弱らせていった感じかな。あ、生きてる、オッケー、これで倒していきましょう。悔しいけど負けた。はい、短パン動きやすくていいぜ、お前も履けば。いや短パン無理だな、俺ちょっと足細いからさ。ってこれ本当にさ、ガリガリだからさ、あんまりね腕とか足とか出したくないのよね。うん、まあさすがに半袖は着るけど、俺ズボンはあれかな、ズボン、いやちょっとパンツって言った方がおしゃれだよね。パンツは基本的に長いやつか、ロングパンツかな。で、アーボ、アーボも続き、あ、耐えるイントネーションがおかしい。アーボ巻きつくとかされる前でよかったわ。はい、勝負に勝ちましたと。なんかね、作業配信の時にねリスナーさんに教えてもらったんだけど、どうやらあれらしいね、パウワウが次に覚える技ってレベル30の鳴き声らしいのよ。ネタやろ、レベル30で鳴き声って。今覚えてくれたらかなりたけし戦楽だったと思うんだけどな。まあないもんねだりやめましょう。うわー、防御高そう。ワンパンできる、きびいよね。もう悪あきだもんな、次のターンからやばいって、息切れがすごいよパタロー。あがけ、あがいてけ。あ、でも割と威力あんのかな、悪あきって。トランセルで、悪あがき、これちょっとワンパン無理かな、無理っぽいね。で、相手硬くなるしかできないでしょ。で、俺2回あがくしかないじゃんこれ。パタロー頑張れ、
これで倒してくれ、なんとか。無理か、無理か、クソ。もう一回上がこう、じゃあ、おとなしく上がこう、おとなしく上がこう、ちょっと控えめにあがいていこう。なんか、うわーとかじゃなくて、うわーみたいな感じで、そんな感じでね、ちょっと抑え気味であがいていこうぜ。さあ、レベルがどんどん上がっていく。新しいポケモン持ってくれば良かったよってね。じゃあ、新しいポケモン持ってこい。ちょ、あのミニスカートはちょっと放置でいこう。ちょっと PP がない。取ってきたばかりのポケモン戦わせようかなって。なんなん？ポケモン取るっていうの？ポケモン取るっていう、なんか昔ポケモン取ろうぜっていうゲームあったよね。俺やったことないけどさ。キャタピー。よっしゃ、パタロー行ってこい。あがけ、パタロー。あ、やべえ、これ、ワンバンできないか。まあ、食らわんでしょ、体当たり。2か。強いな、パタロー。うん、今何かしたみたいな。そのレベルやん。なんなら、ワルアーキの反動の方がでけえもんな。やばいってこれ、やばいってこれ、やばいって。あぶね、相手トランスルじゃなかったら死んでたわ。技マシン34じゃなくて、一旦これで回復して。やばい、2回硬くなってる。でな、ワルアーキってあれでしょ、相手に与えたダメージの半分とかだから。オッケー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 、こっちの反動も少なくなるはず。なんで俺は反動も計算に入れて動かないとダメなんだ。よっしゃ、ナイス、バトロー。よしよしよし、さすがにレベルの暴力があるね。ボロ負けだ。やっぱり育ったポケモンの方が強いんだなってね。やっぱね、あの産地っていうのがあってね、努力値っていうのがあるから、やっぱりあの自分でね育ったポケモンが強いよ。で、鬼スズメ、はい、パタロを逃げる。野生ポケモンはね、倒さないでいきましょう。野生ポケモンでのレベリングは禁止ですからね。ティーン、キリリー。いや、いい曲だな、本当に。久しぶりに初代の曲聴くとめちゃくちゃいいよね。完成度が高い。で、お月見山の前に、ポケモンセンターあるから寄っていこう。OK、ポケモンセンターへ。これで回復して、さっきの、倒さなかった2人を倒していきましょう。ここにコイキングおじさんがいるんだよね。こっちじゃないわ。間違えた、間違えた。右下だわ。ロケット団、そんなに毎日新聞に出てんの？あ、ぼっちゃんっていいね。ぼっちゃんっていいね。なんかメイドさんにぼっちゃんって呼ばれたいわ、俺。ご主人様よりぼっちゃん派。